アニメ「葬々のフリーレン」第10話「強い魔法使い」、こちらの感想を原作と比較しつつ考察も含めて話していこうと思います。ネタバレが含まれますので、まだ見ていないという方はお気をつけください。前回の9話ではシュタルクの交響竜との戦い同様、戦闘描写がかなり盛られており見どころが満載でした。今回はその続きとなり、フェルン対リュグナー戦もすでにフェルンが致命傷を与えた場面から始まりました。この場面、原作では壁に飛ばされた後出血し、リュグナーの周りに血だまりができたような描写となっており、左腕もすでに消失していましたが、アニメでは地面に左腕が落ちていたり、リュグナー自ら壁に寄りかかりに行ったような描写となっています。おそらくフェルンの攻撃をとっさに左腕で最大防御はしましたが、押し切られ尻餅をつき、そのままなんとか壁まで行ったのではないでしょうか。そして最大魔力で防御したので、血でできた左腕はまだ残ったままなのだと解釈しました。またその後のフェルンとの会話でも、原作よりかなり右腕に頼った座り方になっていたので、アニメではギリギリ耐えている描写を色濃く描いたのではと思います。そんな激闘に及んだフェルンとシュタルクでしたが、フリーレンの戦いは対照的にものすごくシンプルで、ただの1回もアウラに攻撃することなく終わります。9話でシュタルクとフェルンの戦闘を派手に見せれば見せるほど、フリーレンとアウラの戦いである研鑽された魔力による強者の戦い方が引き立つので、この9話、10話は本当に綺麗な見せ方でした。この場面でフランメとの回想が入るのは原作通りですが、戦闘描写が派手でなくとも、リュグナーが築いた魔力の制御に関するフランメからの教えをここで描くことにより、アウラを圧倒するという描き方はアウラ編が人気な理由でもあると思いますし、アニメも原作もいいところが出ていてめちゃくちゃ良かったです。アニメではしっかり7話でエルフが少数になってしまった伏線を張っていたので、ここで回収されるのもうまく、制作陣はどれだけ原作を読み込んでいるのか本当に伺えるかと思います。またクソみたいなおごりと油断で死んだ魔族を倒したフランメの魔法がアニメでどうなるかと楽しみでしたが、魔族側が気づくことなく本当に一瞬でその場をえぐるような魔法でした。防御結界があまりにも強力なので、結界を圧縮してぶつけてるのではないかと思っていたのですが、爆発してるっぽいですね。どうやらどんな魔法を使ったのやら。結局フリーレン対アウラの戦いはフリーレンが攻撃することなく終わりを告げることとなります。アウラは500年以上研鑽し続けた自らの魔法で自害というかなりの屈辱的な最後となるのですが、ここの描写も髪がパラパラ落ちていく様や剣に自らの顔が映っている様子が追加され、原作以上に悔しさや恐怖が表現されていたように思いましたし、声優の竹達さんの演技も相まってとても印象に残る最後になったのではないでしょうか。このクオリティでここまで制作しているのは本当にすごすぎると思います。最後に気になったところを話して終わりにしたいのですが、ヒンメルとの出会いの直後、ココマが一瞬だけカットインしています。3つは原作と一緒となっており、ヒンメルがどのようにアウラを切りつけたのか、アゼリューゼより早く接近したのか、はたまた鋼の意志で抵抗したのか、ヒンメルの強さがまだまだ語られていないので、今後の回想で回収されることに期待したいです。そして原作と唯一違う最後のカットなのですが、アニメでは魔王城を眺めるカットとなっており、あえて変えたのはなぜなのかと思ったのですが、同じ箇所で原作に書かれているのは魔王なのではないかと推察しました。原作を読んでいた時から誰なのかと思っていたのですが、その駒が魔王城になっているとなると、魔王である匂わせとして魔王城に変更したのではないかと考えます。ここでアウラ編は終わりとなりますが、予告であのキャラであるおこやすさんの声が聞こえましたし、まだまだ一期の半分にも行っていないので楽しみが絶えません。本当に毎週楽しみに待っています。今回はアニメ葬々のフリーレン第10話強い魔法使いの感想を話しました。最後までご覧いただきありがとうございます。
コメント欄に、葬送のフリーレンを見ての感想など、よろしくお願いいたします。